はい、こんにちは。精神科医の松崎です。精神診療プラチナマニュアルの、そして教養としての精神学の松崎です。今日の話はですね、完全に臨床の話です。学生とかも見なくていいです。で、臨床に関わるもの。これ、まあ、ニュース的な動画なんだけども、まあ、現場にいる人だったらあらかたのことはもう知ってるはずにしても、私なりにちょっと調べてみて、学んでみて、動画にしてみました。というわけで、早速参りましょう。本格的な精神医学をわかりやすく解説いたします。 電気経電療法ってものがございます。ECT と。 略されるものですね。これ何かっていうと、気分障害や統合失調症が主な対象なんだけども、麻酔をかけて眠ってる間におでこに数秒間電気を流すもの。で、体の動きが出ちゃうんですね。転換と同じように体がガクガクガクと震えてしまう。これが脱臼骨折のリスクがなくもない。筋肉痛とか起きてもかわいそうだな。より安全に行うために眠ってる間に筋脂肝薬も使うことによって、その体の動きをなくす。もしくは小さくしよう。 もの。どんな禁止管薬を使うのか。もうこれまでずっと禁止管薬のスキサメトニウム、まあ、サクシニルコリンなんていうお薬が使われていました。電気系連療法に適用があります。一つ136円安いですね。なぜ使われるのか。作用発現静脈注射でスッと入れると、もう1分以内にきちんと禁止管が得られる。そして1回入れた後、もう10分程度で回復する禁止管。 短くて済む。これ、電気系電療法はそんな長い治療じゃないです。数分で終わるものですから10分以内。非常に程よいもの。 問題なのはスキサメトニウムが2023年手に入らなくなるということです。オカミ科学工業って日本でスキサメトニウムのお薬を作る上でのもう原材料を作ってた会社。これがですね、お国に届け出ていた方法と違う方法で今まで作っていたっていうものが問題になり、 そして設備も、まあ、サビとか出てるんだけど、それが十分補修されてなかったり、補修されてるにしても、この補修の方法で本当に安全かどうか、きちんと評価されてないもので補修されていた、なんていうことが問題になって、2021年の3月、2週間弱、12日間の業務停止の行政処分が下されているんです。2021年3月、2週間弱、業務が止まっているんです。もう、 2021年の話です。で、このスキサメトニウム。2021年2週間足らずの話だったはずなんだけど、このオカミ科学工業、製造再開してないんです。もうずっと止まりっぱなしです。まあ、スキサメトニウム安いので、それを LINE から作り直す。見合わないっていう判断をしたんじゃないのとか、想像しちゃいますよね。 じゃあ、お上化学工業じゃない、もう海外のを手に入れたらいいんじゃないか、あるんですよ、海外にも。なんだけども、なんかペーハーが違うだとかなんだとかで、国の許可が降りない。この国の許可が降りるのに、もう2年とか3年とか数年かかっちゃうんじゃないか、みたいな話が。という中で、このスキサメトニウムという、このお薬として作って出荷していた丸石製薬が、その原材料が手に入らなくて出荷できず、 2023年も早いうちに供給停止になるという問題です。他にも禁止管約あります。ロクロニウム、ベクロニウム。これ代用として用いられる,るもので、まあ薬価少し高くなるにしても、まあまあこんなもんです。ロクロニウムの方がより使われる可能性高いでしょう。ロクロニウム。採用発言は1分ほど。まあまあ十分早く効くし、効果は10分とかじゃない。 数十分、一時間とか続いてしまう。これだけだと問題になる。だけど、ロクロニウムを使うのはなぜかっていうと、スガマデクスという、筋弛緩を回復させるお薬。ロクロニウムやベクロニウムが入っている体に、静脈注射でスーッと入れると、体の中でロクロニウム、ベクロニウムとくっついて、不活性化する。平均2分ほどで、筋弛緩状態から回復させるという薬。 適用の問題、アナフィラキシーの問題、サイクラーレ化の問題があるので、ちょっと気をつけなきゃいけないんです。ロクロニウム、ベクロニウム、どちらも電気系連領法への適用はないんです。と言っても、まあ、使っちゃえばいいじゃん、という流れにはなってますけどね。ロクロニウム、ベクロニウム、そしてスガマデックス、アナフィラキシーが生じうるとされてます。まあ、ロクロニウム、ベクロニウムでも起こりうる。まあ、それよりはスガマデックスのアナフィラキシー心配じゃないのっていう話はございます。 一応、五千例に一例と非常に稀ではあります。あと、投与後5分以内が多いとされ、まあ、電気系燃療法で使ったら、少なくとも直後はその手術室で様子を見て安全性を確認した上で退出した方がいいでしょうってことにはなります。まあ、この二つはまあ、なんとかいいでしょうと。もう一つ。 サイクラーレ化。禁止感をロクロニウムやベクロニウムでします。そしてスガマデクスで回復させます。ああ、良かったと思ったら、その後もう一度禁止感が生じちゃうことが稀に生じうる。サイクラーレ化。このクラーレって何かっていうと、南米の人昔使っていた禁止感作用のあるもう嫌の毒の総称なので、クラーレ、まあ本当は毒なんだけども、まあ禁止感薬、禁止感の 代表的な用語として用いられます。このサイクラーレ化の話。筋弛緩薬がアセチュルコリン受容体。筋肉の受容体ですね。これを75%選挙していても、25%アセチュルコリン受容体がちゃんと使われるのであれば、筋力は正常化する。アセチュルコリン受容体。 75%ブロックしたって4分の1残ってれば筋力が回復するんです。もう結構大丈夫ですね。まあそんな中、ロクロニウム、ベクロニウムが75%以下になった時、その時に筋力はもう回復するんですが、これがギリギリだったら体の状態がちょっと変わっただけで、もう74が76になるかもしれない。体に残っていた筋脂肝薬が少し 再分布また出てきたことによってまた75以下だったものがまた75以上になっちゃうってことがあるかもしれない。 それでサイクラーれ化が稀に起こるとされています。というわけで電気系連療法でスキサメトニウムの代用でロクロニウムを使う際、まあ、ベクロニウムでもモニタリングはよりスキサメトニウムの時よりも時間をかけてモニタリングした方が良さそうだということになります。というわけで電気系連療法を行う上での禁止管薬の話をいたしました。私自身得意分野ではないけども、あ、これちょっと何が起きてるか勉強しとかなきゃなと思って麻酔科の先生から キーワードだけ教えてもらった上で、ちょっといろいろ読んでみて動画にしてみます。こんな感じかなというわけで、精神診療プラチナマニュアル、よかったらよろしくお願いいたします。こんな感じかなというわけで、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。うん